フセボロド一世のキエフ宮廷フセボロド一世、ブセボロド一世はキエフ大公。父はヤロスラフ一世、祖父はウラジーミル一世。息子にウラジーミル二世モノマフがいる。二人の兄ャスラフ一世、スビアトスラフ二世と共に三兄弟公と呼ばれる。皇妃は最初、東ローマ皇帝コンスタンティノス九世モノマコスの娘であり、娘アンナと 息子ウラジーミルはこの日から生まれた。皇妃の名をアンナと伝える資料もあるが、確証がないとする意見もある。1067年皇妃の死後、在地勢力から妻、アンナを迎える。ポロッカクゲモンとする味方のほか、クマン人からであるとする説もある。この日から息子ロスチスラフと三人の娘を得た。ロスチスラフは後に溺死した。娘の一人は修道女となり、 もう一人エウプラキアは神聖ローマ皇帝、ハインリヒ四世に、課した。1054年の父の死後、自治であるイジャスラフが、キエフ大公くらい及びノブゴロド、トゥーロフを、スビアトスラフが、チェルニーゴフ、リャザン、ムーロム、トムタラカニを獲得し、フセボロド自身は、ペレアスラブリリュースキー及びロストフ、スーズダリ、ベローゼロといったボルガ上流域の東北ロシアを、領有した。 また、弟が二人おり、ビャチェスラフは、スモレンスクを、マッテイイーゴリは、ボルイーニを支配した。イジャスラフ、スビアトスラフと共に一種の三党政治を展開し、ヤロスラフ一世が作成した、ルースカヤ・プラウダに新条項を付加した。1072年には、兄弟三人でおじいにあたるボリスとグレブノフ球体を移動させる儀式を行った。 ボリスト・グレブは1010 10年代の行位継承戦争の中で暴殺されたウラジーミルの子であり、キリスト教の殉教者と考えられていた。現地出身の聖人を作ることで国家としての求心力と威信を高めようとしたものと思われる。1073年にはスビアトスラフがイジャスラフから大公位を奪い、フセボロドと共に行動する。1077年のスビアトスラフの後、 一時的に対抗位につくが、イジャスラフと和解し、彼に対抗位を譲り、自分はスビアトスラフの子児、チェルニーゴフに移る。その後、チェルニーゴフをめぐり、スビアトスラフの子を礼具、その仲間、ボリスを相手に、イジャスラフと共に戦う。1078年の決戦を前にして、ボリスとイジャスラフが死去。フセボロドは再び、キエフ対抗位に就いた。 ふせぼろドはギリシア語で試作ができ、こことごをすることができた。晩年は病に不死、実際の政務は息子、ウラジーミルモノマフがとった。最初の妻との間には以下の子供を設けた。二人目の妻アンナとの間には以下の子供を設けた。ありがとうございます。